はい、今日はちょっとキャンドゥさんの組み立て式コンパクト焚き火台、これでちょっと遊んでみたいと思います。キャンドゥの、組み立て式コンパクト焚き火台です。100均のワッツに持ってるんですけど、550円です。すごく小さいので、登山での湯沸かしでも良さそうです。ただ、山火事の危険性があるので、やるとしても水辺で、さらに焼いた後もしっかり消して持ち帰る必要はあります。サイズが小さいので、薪の準備が必要になります。サイズが小さいので、もう小さいものしか入りません。ですので、小枝を細かく折っていきたいと思います。目安はですね、人差し指分の長さぐらいで、ポキポキ折っていきます。小枝を貯めているプレートなんですけど、ダイソーさんにあるバットです。揚げ物を置くやつですね。もう何でも使えます。これもうちの庭木の余りなんですけどね、実際山の中でも小枝とか、まあ、乾いたの見かけると思います、そういうシーンを想定してやってます。よく乾いてない枝はパキッと折れないので、まあ、きちんと乾いた小枝にしてください。よく庭木で乾いたつるなんかですね、出ると思うんですけど、普通の人はこんなの薪にならないと諦めますね。つるはパキパキ折れないんですね。なのでつるはね、そのサイズになるように巻きます。松の葉っぱ、ね、ありますね。長くてちょっと扱いにくいって思われがちですけど、コンパクト焚き火台向けにこんな感じでね、ぐるっと巻いてください。コンパクト焚き火台に入るサイズだったらどんな巻き方でもいいです。では組み立てていきます。ナイロンのケースに入っていますね、テストで使っててちょっと焦げ付いてます、手前のプレート、後ろ左右のプレート、灰受け、底板で6枚入ってます。一番手前の薪の入り口のプレート、左右と後ろのプレートです。同じ形ですね。灰受けプレート、こちらが底板になります。後ろと横のプレートをかませます。まあ、こういうふうにですね。次にこの底板と、灰受けのプレートを取り付けます。実は総統さんがこれに似てるのを出してたんですけど、100均からこういうのが出ちゃうんですね。
次は灰受けプレートをいきます。どうしてもつけてるうちにプレートがずれちゃうので直しながらやりましょう。この灰受けと底板のプレートが落ちないように、押さえ気味にして入り口のプレートをかませます。少し下にずらしてあげるような感じでやるとうまくいきます。下のプレートが下がると組み立てにくいので手でしっかり押さえてやってください。着火用の松の葉っぱ、つる、小枝を適当に置いていきます。じゃあ火をつけていきます。ちゃんと燃えていますね。ウッドストーブは結構絶え間なくコイルを突っ込まないといけないので忙しいです。せっかくなので、お湯を沸かしたいと思います。燃焼効率が悪いので時々火を入れないといけないかもしれないですね。まあいずれ燃焼効率アップのために改造したいと思います。来ました。後片付けです。中途半端な薪はもう燃やしちゃいましょう。灰はお菓子の缶の小さいのがあればもうそれで持ち帰ればいいですね。片付けもバラすだけで簡単ですね。ちょっと燃焼効率に難はあるんですけども、全部平たいプレートになるのでお手入れはしやすいですね。